はい、今回もちょっと相手のアバターとか順位でね、使うデッキ決めていこうかなと思います。何枚すげえな10段女サイヤ4038。いや、わかんないんだよな。いや、意外と強いのよこういう人マジで。じゃあここは牽制していこうか。かっこいいわ。いやー、どうしよっかな。女サイヤでしょ。あ、わかった、決まったわ。はい、今日使うで決まりました。平替えは使わない。はい、まずアバター。はい、アバターが海洋神のちょっとこれ悩みどころですね。で、バーダック、ゴッドクリリン、未来戦士、流星悟空ボルンガ。いや、ちょっと足んないか。いや、バーダックを変えましょう。バーダックを、断罪。はい、断罪アースでいこう。いいね、これ海洋神と海洋神。これ背丈も一緒なんだよね、大体。で、スキャン順がクリリン、未来戦士、ゴッドからの流星ホルンガで行ってみたいと思います。まあ、やっぱりこのステータス上げ系はね、最初にスキャンした方が絶対いいんでね。で、やっぱここは海洋神エリートかなと。技なんだけどそうだね、意外とまあエナジー5までは打てると思うんで、いや、ここはもう新規必殺で、はい、トリニティクラッシュ行ってみよう。必要エナジー5で係数9。素晴らしいね。はい、まあ、こんな感じで私の海洋神アバター、こんな感じです。いやー、マジで海洋神だったな今回の段は。まだ終わってないけど、あ、でアプリなんだけど3ラウンドで行ってみようかなと思ってます。このデッキはね、そう、結構守り充実してるんで、まあ3ラウンドまでね、結構アプリなしで引っ張れちゃうっていうところで、まあ、3ラウンド7000制限とか3ラウンド HP アップ復活、あとあれだね、相手の HP ダウン、バビディの宇宙船バッジとか、まあいろいろね、3ラウンドのね、怖いアプリあるんで、そこら辺でね対処していったりとか、まあこれがいたら極限進化使って未来戦士でぶっ飛ばす。はい、行ってみよう。このコンボ使っちゃえばね、クリリンの転送で1万2000ダメージコースなんで、まあ余裕っすことは。さあ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 、おーい、なるほどね。うわー、だるいな、めちゃくちゃだるいな相手のデッキ。守り多すぎだろどんだけ入ってんねん。時の飼い主もいたね。大幅減の、あー、でもまあ大幅減か。先行が取れない、先行取らなきゃ大幅減消せない。飼い主どうしよう。時の海洋神、そうなのよ、大幅ゲのタイミング戦闘力バトル終了時だからさ、こっちが先行を取らないと消せないのよ。ここ不便だよね。いやー、これはなかなかきつそうな感じだね。で、お互い3ラウンドアプリという感じなんですけど、そうですね、まあ、3ラウンド目で先行取る手段今回ないっす。なぜかっていうと、もうユニットもあるし、まあ、7000とかいろいろ持ってるから、まあまあ無理だろうね。悟空はどっちで切っていくんだろう。まあ1ラウンドでしょ。で、1ラウンドあいつどうせ1枚なしなんで、正直言ってこれ1枚なしで全然耐えられるのよ。ダメージ食らない。もしくは、まあ、ゴッド1枚出しとかね。そんな感じで、宝箱の悟空は確かに強いんだけど、うん、まあなんとかなるよ、対策すれば。デカアダクション使えないから究極バースト打てないでしょ。まあそうだね、ゴッド1枚出しで全然火力は止められるかなって。で、あと最近のね、デッキ傾向的にみんなが流星の対策をしなくなった。なので流星悟空結構今来てます。これがね、面白いことにね、流星が衰退したと思ったら今度は対策が出なくなって、まあ出なくなってっていうか、対策が少なくなってって流星が強くなる。で、キラカイもちろんね怖いんだけど、このデッキね、結構キラカイもケアしてるんだよね。実は例えばこれね、アイオスポルンガ、アイポルデッキだとキラカイ変身できないんで、まあベジータで相手立ち回るしかないんだけど、ベジータってアタッカー人数で上回らないといけないでしょ。だからアタッカー人数こうやっちゃえばいいんだよね。これで余裕で耐えるっていうね。そう、記録長ダウンできないから、で、アビリティ封印できないから、いや、この形の流星はマジで強いっす、マジで。さあ、やっていこう。そうだね、まあ絶対的にもうレイジング1枚出しなんで、で、こっちの方が体力高いから、先にこれで、あ、今回は出しちゃっていいかな。どういうこと、マジでどういうこと、ちょっ
ってよくわかんないね。狙いがよくわかんないんだけど、なんだろう、なんだろうね。出してきたぞ普通に。はい、で、次でレイジング出して、その次で悟空少年期下げてって感じか。じゃあ復活封印しかないかな、ここは。あ、いいね、バイゾンの子復活をね、まあアプリで封印できるんで3ラウンド目ちょっとそれを使うしかないかなって今思ってて、あの4ラウンドまで引っ張るとね、ちょっとめんどくさいから、これいかに流星といえどね、ちょっとめんどくさいんで、まあそうだね、3ラウンド以内には絶対決めたいよね。いや、むしろワンキル、あ、ワンキルは無理だ、チェンジできないし。いや、だるいなプレバン一心論。でもこのラウンドで一心論と邪念馬消えちゃうからね。なるほど。いや、そうだよね、邪念馬と一心論はなくなるから、次あれか、フリーズアタックでレイジング防いで、いやー、もったいないな、フリーズ使うのもったいないな。どうしよう、次どうしよう。まあゴッド流星だから別に、あの防御はね完璧なんですよね、これ。いやー、でもまあね、あのゴッドデッキもね、いや本当強いっすよね。優勢もさ、なんか終わったかと思いきやね、全然強いし、なんかあれだよね、もう公式もさ、あれなんじゃない、もう流星の対策が思いつかないんじゃないですかね。だってさ、今回の段って、まあ、キラカイとね、プレバンのゴジータで相当この流星の対策をさ講じてきたかと思いきやよ、ね。まあ、キラカイはさっき言った方法でなんとかする、で、プレバンのゴジータがいないっす、このゲームマジでいない。なんかね、あのベジータみんな使うから、使わないんだよゴジータ、介護官だからさ、控えめに言って介護官じゃん、あいつでね、使わないんだよみんな。っていうことはよあの結構いけちゃうんじゃねみたいな。流星悟空くん、あー9位、まあそうだね、ぶっちゃけ自分的にどっちでもいい。あー、ロデッツ、謎の、で、28,000でしょ。で、カードアクションアビリティがダブル龍拳、カメハメハラッシュ、究極エナジー、覚醒バースト、相手4連発、あー、で、ぶっ飛び線があるから、まあ、5連発あって、で、そのうちも全部軽減像だからさ、まあなんとかなるっしょ。まあ不安だったら3ラウンド目で、あのあれだね、耐久力を増やすかで、ね、ちょっとぶっちゃけ海洋神何入ってたか覚えてないけどさ、耐久増やすのもありなんだよな。あ、じゃねえば削ったらまずくないこれ。あ、それは問題ないっすね。ワンキルしたかな、これ。ワンキルしたらしたでいいんだよね。ワンキルしたらしたらいいんだよな。で、メテオがあるから、あ、無理だわ、全然ダメだった。ちょっと待って、え、ちょっと待って、いや、やばい、あのね、いや、ちょっと後で言うね、今ちょっと人が来ちゃったから、ちょっとインキャラモード入んだけどさ、やばい、アルティメット出た。はい、いなくなったんで、じゃじゃーん、見て、ブロリー BR 出たんだけど、やった、これかっこいいよね、嬉しい、めっちゃ嬉しい、ギガンティックカタストロフィー、すごいねまさかのアルティメントがポロるっていうね。これ反対側なんかあんのかな、てかこれ相手何やってんの。あー、ユニットか、反対側何もなし。ユニットはまあさすがにやってこないと。なるほどね。あ、エナジー貯められるのか。あ、待てよ。あ、でも仮にこうやって、エナジー貯めて7でしょ。ダメだ。転送打てない。転送打ってもユニット封じできない。じゃあ3ラウンド先行はもう諦めるしかないね。
しかもここレイジング1枚出したから多分さすがにね。海洋さん絶対出さない方がいいね。時の返しまだいるし、どうしようかな。いやレイジング悟空1枚出されるとさ、健康一滴と時の返しも一緒に封印されるからさ、嫌なんだよな。まあでも流星でとりあえず究極バースは止められるんで、なんならポルンガでもまとめられるしね。あいいや、でもポルンガまだ出さない、もったいないよ。で一応ダメージは出したい。こんな感じかな。これ身代われる？確かに身代われるか。一番ガード高いからまあそこは大丈夫だよね。あ待って、もっと出して。あぶねえ、はい、はいはいはい、まあまあそれしかないよね。でここは全然なんてことないから、別に相手これでね、まあ悟空発動させるだけさせて、なんもないから守れるだけで。あしまった、もったいないね今のねちょっと今のもったいないね。はい、で流星が生きてます。流星が一番パワー高いのか今。え、そうなの。ああ、そっか、相手1枚出したもんね。ああ、OKOKOK。 まあいいや。いやでもそうだよね、どうせ1000しか入んないし。いやいいね、ゴッド流星いいね。でこれ当てたい。いやここ当てて気絶に流星をちょっとかましたいね。あだったらここ気絶させたいどっちを取ってもうまいというこれで気絶狙えてし、あ太陽神最高。なるほど、だるいな。でこれ1000ダメージでしょ。まあ、なんならミラクルも出るし、はい、いいね。アビリティも発動し終わった後だからね、悟空ゴッドが身代わりも発動してます。最強、はい、いいね、はい、1000すら受けないと。で、次のラウンドなんだよな。はい、ごめん、あのさ、あの復活封印入ってなかった腎臓だったかな、それか裏に似てるかどっちかなんで、はい、復活で封印できなかった。これまずいね。まあ4ラウンドは確定と。あー誰、マジで誰、本当に健康一滴になんで大幅減なのマジで。しかもここ絶対大幅減下げないと思うんだよな。いや健康も下げないで大幅を下げるか。いや健康下げの大幅上げだと思うんだよね。じゃあ太陽神も切れなくない。あクリリンで消せるじゃん、来た。なるほど、でフリーズがあるから。あちなみに7000制限かけた理由としては一応エナジー妨害です。あれってか待って、相手のアプリ発動しないね。ああーなるほど、相手のアプリが発動していない、なぜだ。じゃあここでポルンガ切ります。でこっから先どうするかなんだけど、太陽神出しちゃうか。もう大幅切られてもって感じじゃない、転送あるし。あとあれじゃん、クリリンの転送でユニットも封印できるし。あーいいかこれで、はい、いいね、そうしよう。セントル制限これで相手も一生打てない。何これ、なんか何これ、健康も大幅も下げてない。どういうこと。じゃあ何これは、どういうこと。だったらそれ下げない方が良かったんじゃないの。はい来た。まあカードアクションでいいでしょう。はい、ほんと強いねボルンガ。あーいいね、あーなるほど。あいや、うん、あ、うん、うん、いやもったいなかったなこれ。あそっか健康下げてるもんな。まあいいや、そっかボルンガ意味ないじゃん。ちょっともったいなかったっすね。はい、でロックオンもいいかな。
やる意味がない強いて言うと、まあ気絶狙えたっちゃ狙えたけど、いやでも未来戦士で倒してあれだから意味ない、まあいいや。で大幅減発動しました。で海洋神で無効化します。なので、まあ、復活、まあ、なかったらこのままね倒せてたっていう感じです。なんか弱いね。広告してこれなの。あーガード上がってるやん。あそっか、まあいいや、どうせ、うん、いい、全然倒してもどうせ復活するから。そっか、なんかあの1万3000アップのアプリでこう HP とパワーとガード上がってたっていうね。あーここ当てたい、来たんだ、これは寝かせたいね。よいしょ、ギリギリ。さあ来た流星悟空、これでサムネイル完成じゃない。ザー、現環境の流星はこれだみたいな、まだ参るみたいなさまあでも全然ね、詐欺でもね森でもないからね、まだ生きる、全然強かったみたいなあーでも極限消してもやっぱりガードがあるからそんなに入ってないですね。まあでも、まあ、どうせ倒してもこれ復活するんで、あー全然問題ないです。で次のラウンドだよね、これどっち封印しようかな。ホルンガでさ、カードアクションタッチアクション選べるんですけど、まあそうっすね、カードアクションアビリティでいいか普通に。でもさ、イーシンロンの究極エナジーとかもあるんだよな、ちょっと難しいね。はい、でここはやらなくていいから、いいね、やらなくて。あ、ゴッドメディアがあるじゃん、これはやった方がいいかな。これでお別れだね、でかい。でゴッドメディアでパワーがこれ全員ね1になるんですけど、女アバターの場合その後にね、パワーが、まあ、7000アップ、この場合だと7000アップするんだけどさ、まあ、結局その上げられちゃうにしても、まあ、1から7000アップした方が、まあ、1万から7000アップするよりもいいじゃんっていう理論で、まあまあまあ、まあ、大体刺さるよねこのメテオ。普段だったら嬉しかったけど今は何にもならないフリーズアタックで、いらない時だけ覚醒するんだから海洋神アバターの、本当にここじゃないだろうと思う。いや普段それやってよ、普段さバーダク止めてくれたらもう100点満点なのに。あーでも押せるね。どうしよっかな、次カードアクションでいっか。ぶっ飛びも怖いけどね。いや待てよ、それかこれさ、あのイーシンロのガードエッジ怖くない？てかそれが一番ダメージ点じゃないって。あーそうしよっかな、なんかイーシンロのさ、あのガードエッジの究極エナジー嫌じゃない普通に、で気絶じゃん。したら、そしたらタッチアクション止めようか。別にこれだってサイヤーバーストやられたところでじゃない？でバーストもバーストで流星で取らないし、あーいいやもう、はい通そう。どうせ食らわないでしょこれ見てよ、全然ダメージ入ってないんだもん。で奥義ないじゃん。あーいいね、おおちょっとお面がいらないね。71ダメージ、71。はい、でこっから先永遠に先行取れないんだけど、まあこのデッキはね別に先行取らなくてもね、まあ強いぞっていうところをこっから先見せていきたいと思います。はい来たこれはい発動したね今やばい効果が、やばいの発動したね今。はい、でアイウスで、まあ、そもそも必殺が打てなくなったんでバーダックもクソもないと、はい、いう感じで、もうタッチアクション止めましょう。まあ、これでいいか普通に、うん、下げる身もない。で13600なんでちょっと多いんだけどさ、さっきのね 13000HP とパワーと、まあ、ガードアップしたアプリあると思うんだけどさ、まあ、HP は、ね、継続するけど、パワーガードがまあ戻っちゃうねっていう感じ。何がしたいんだ、うん2枚出し、
2枚出しは、うん？どういうこと？強い。あー最強。いやもうじゃあカードアクションでいいよ。つえー、ポルンがつえー。チェンジさせない。チェンジできない。ダブル流剣できない。ダッシュできない。なんちゅうやつや。でこのラウンド耐えたら次のラウンドあれでしょ？全アビ封じじゃん。あーいいね。クイックボーナスで先行。熱いよ。さあもうここでいったかな。いやポルンガ最高。あーいいダメージ、いいヘリだ。うん完璧。さあまあこれでいったでしょう。いやよかったね今回。あわよくば3ラウンド目内倒したかったけどさ、ね、まさかの復活封じが入ってないけど、まあ、仮に復活封じ入ってても倒せなかったっていうね。未来戦士ロックオンした先にこう転送入ればワンチャンって感じだったけどさ、はい、ちょっとこの後ね復活封じ入れておきたいと思います。さすがになきゃダメだ今の環境、健康が多いもん。復活封印アプリは絶対いるねこれ3ラウンド。はい、いけいけいった。はい、1万6000ダメージで KO ということで、はい、今回はね、いい感じでゴッテルーセでね勝ててよかったです。いやー未だに強い、ここまでガチゴチにしちゃえば強い。でもやっぱねこれかな、うん、鍵を握ってるな。てかこれがないと多分ゴッドリュースでもう今の環境始まらないと思うマジで。これがバイバイの役目も果たしてるのがやばいです。そしてまあキラカイもね、まあ、こっちのアタッカー人数調整してね、あの記録ダウンを食らわなければなんとかなるし、まあ、ナメック来たらね記録半分にされちゃうんで、まあ他のデッキを使った方がいいかなと思いますが、人造とかね、そう人造エリートナメック来たら使わない方がいいねっていう感じで、まあ、アバターの相性でね使うといいかなと思います。なので、まあ、必然的にそうだね、パワーサギもいない、あーこれやんなければ、まあ、男サイヤもいけるでしょ。で女サイヤはまあまあまあ普通にいけたんで、あとなんだろうな今の環境で流行って、あ、まあ、海洋神来たらちょっと分かんないかも、記録耐性アップないんで。そうだね、海洋神が来たら、ちょっとヤバそうなんで、例えばこれを国威にしてこれを人造にするとかね、国威の、SS4 で人造エリートってやると記録4本回復できるし、まあ、それだったらいいかもしれないです、はい、ということで、今ね23連勝でいい感じなんでね、30連勝ねいけるように頑張りたいと思います。今回の動画もしよろしければチャンネル登録高評価もよろしくお願いします、いたします。777777777777狙えたらちょっとこれも狙っていきたいということで、ご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様です。今日のノアチャンネルは終わり、また見てね。